ウェイユーシェン役の木村良平です。ラウアンジー役の立花慎之介です。見どころだって。見どころもう山のようにあるんですがなんだろう、まあでも僕やっぱりアクションとか動きのスピーディーさとか、はいはいはい、あとカット割りとかのなんかね、前のシーズンより明らかに良くなってるって言い方変だけど、アニメーションとして進化してる、ね、そうそうなの、うん、どうなったのっていうぐらい進化してて、うん、そこをまたみんなも分かりやすい部分ではあるんで、うん、アニメーションの動きだったり、うん、カット割りだったり、あとその演出エフェクトみたいなものって、あそこはまずねぜひ見ていただきたいなと思ってますよ。こう続けてみたらもうハッとするぐらい、うん、やっぱ美しさがより磨かれているというか。そうなんだよね、うん、そこ本当に見やすさもね、ね、うん、いや本当そうなんですよ。まああとやっぱ完結編なんでね、うん、一期の冒頭で一体何なんだこのドラマはどういうことだから始まって、まあ、過去編に行ってちょっとずつそれをこう教えてくれて、うん、あこういうお話なのかっていうのが分かってきて、うん、でも逆に謎が深まるじゃないですか。深まりましたね、過去編が深まりました、それがようやく完結編っていうところが、まあ一番の見どころといえばそうなんじゃないですかね。まあ、だからその謎だったなんか点々としていたものがどうやってつながっていって、うん、何をこう紐解いていくのかっていうとこだよね。そこですよ。結構物語が進むにつれて前のシーズンとかの余計分かんなくなってきたっていうところもご安心ください。ちゃんと明かされていくから。じっくりゆっくり見てもらいたいですね。ゆっくり見てもらいたいですね。思い出しながら前をね。はい、魔導組織完結編第1話は1月8日から放送開始です。